こんにちは、こんばんは、おはようございます。なんとセブンイレブンで、マリオ35周年の、記念のですね、パンがですね、販売されてました。私は、とりあえず3個購入したんですけども、マリオのミックスロール、そして、ヨッシーの緑のメロンパン、そして、キラキラスターの牛乳寒天というのを購入しました。こちらの方ちょっと食べてみたいんですけども、一気にちょっと食べるとお腹いっぱいになってしまうので、徐々にちょっと食べていきたいと思います。それでは最初に、マリオのミックスオールから食べてみたいと思います。それではマリオのミックスロールを食べてみたいと思います。こちらのやつが、値段が、税込みで183円となってます。それではちょっと早速開封してみたいと思います。どんな味なんでしょうか。ちょっとちなみに電子レンジでちょっと温めてみました。はい。なんだろう、ミックスロールというところだけあって、スパゲッティ系と、卵、エッグのところと、あと、メンチかな？メンチカツみたいなのが載ってますね。で、パッケージに関しては、マリオが大きく載っていて、とてもなんかこう、可愛らしいパッケージになってます。じゃあ、それではちょっと早速、食べてみたいと思います。ちょっと熱い。結構うまい。ここのパスタのところがちょっと本格的ですね。本格的な、スパゲッティの味がします。次にこちらのなんかコロッケかメンチのところをちょっと食べてみたいと思います。これ普通のコロッケ。コロッケパンですね。ミックスロールパンというふうに書いてあるけど、なんか普通のコロッケパンです。まずくはないし、美味しくもないというか、かもなく不可もなくというような味です。あともう少しで食べ終わります。なんかこう、結構まったりした味ですね。で、なんかこう、結構お腹に溜まるようなロールパンでした。こちらの動画ちょっと見て、よかったらグッド押してください。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。マリオパンウォー、タテグモオナカメンフクニナリマシダ。タテグモオイシカタデス。ゴシチョクアリガトゴゼマシダ。チョンニルトラゴネガイネ。